んにちは、ビトビトの DJ 笹です。初登場ですけれども、今日はですね、東京で沖縄を感じれる場所を紹介したいと思います。まずは代田橋からスタートしてみましょう。では行ってみましょう。僕にとって東京は日本のいろんな地方のカルチャーであったり風土が楽しめる素敵な街だと思っています。でそんな中、今日僕が一番大好きな南の島沖縄を感じられる東京の街を紹介したいと思いますので行きましょう。沖縄タウンです。はい、1軒目はですね、沖縄のお酒泡盛をたくさん置いている、片桐シャンスに寄ってみたいと思います。泡盛っていうのは、タイ米と、黒麹で作ってる沖縄でしか作っていないお酒です。やっぱ日本酒と違って香りがすごく鼻から抜けますし、あとやっぱりパンチも効いてますよね。はい、では次はですね、沖縄の楽器三線という楽器の教室がございますので、そこを案内したいと思います。沖縄の中国から伝わって、沖縄で開発されたという楽器三線ですね。こちらに三線教室あります、トロロン店さんです。ご紹介しましょう。はい、皆さん今三線の練習中ですね。代田橋から移動してきまして、今新宿三丁目にあります。次に紹介するのは、顆粒子という沖縄料理屋になります。料理は、オーセンティックな沖縄料理なんですね。ぜひ一緒に紹介したいと思います。行ってみましょう。沖縄料理屋さんなんですけれども、東京では珍しく、生の沖縄民謡と沖縄の舞踊が見れる。そこはですね、私もよく来ています。